ココアがいない、ココアがいない、ココアがいない。お好きな席へどうぞ。ご注文は？じゃあオリジナルブレンドとココア特製厚切りトースト。かしこまりました。ブレンドとトーストお願いします。ああ今の子がチノちゃんでチッピー、あの子がリセちゃん。みんな写真で見るより可愛い。落ち着いたお店、コーヒーのいい匂い。ココアは厨房かな、それとも休憩。早く戻ってこないかな。サプライズ。あの風貌、スパイか、あるいは運び屋か。他の発想はないんですか。芸能人とか花粉症とかあるじゃろ。お待たせしました。ありがとう。おいしい。どれどれ、ココアが焼いたパンはどうかな。香りはよし。このパン、もちもちが足りない。お客様、白い粉。やっぱり箱屋か。私が教えてあげる。何を。本物の箱屋の怖さをか。本物のパンの味を、この小麦粉で。パンの味、小麦粉と言いつつ何かの暗号だな。お前は誰だ、怪しいやつ。私、そう、私は、私です。本当に誰。今あたのココアがお世話になってます。姉のモカです。おお、ココアさんのお姉さん。こちらこそ。そっか、ココアは私を探しに行ったの。大丈夫だから、ラビットハウスで待っててって手紙に書いておいたのに。どこかですれ違ったのでしょうか。相変わらずそそっかしいな。あなたリゼちゃんでしょ。そしてチノちゃんとピッピーね。話は聞いてるよ。そうですか。どうも。確かにココアさんに似てます。こんな分厚い手紙に写真もたくさん送ってもらったの。あいつろくなの送ってないな。みんな可愛い。どこが。しのちゃん、中学生でお仕事なんてすごいね。マスターの孫として当然です。かわいいかわいい。リセちゃんもかわいいね。私は高校生ですけど。私から見たらかわいいの。あ、真っ赤になるのもかわいいな。かわいいかわいい。あのリセさんがされるがままに。逃げられちゃった。まるで怯えるウサギみたいです。ウサギならこっちにもいるようだね。あ、モフモフしますか。よしよし。チノちゃんって本当にモフモフなんだね。あったかーい。お母さんのような安らぎ。チノが完全に捕まってしまった。
瀬さん。私がモフモフされるなんて。おお。モカさんには休んでてもらった方がいいんじゃないのか。そうですね。モカさん、よかったらココアさんの部屋で。大丈夫。ココアが帰ってくるまでお店のお手伝いするよ。いえ、お客さんにそんなこと。お姉ちゃんに任せなさい。これが頼れる姉オーラ。いつものココアさんで茶番のようだ。お、おかえりココア。モカさんずっと待ってます。はい、もうバレてる。あ、メールのウサギ可愛かったです。ココア、その変装はください。さっき同じ光景見たぞ。久しぶり。元気そうでよかった。サプライズだよ。驚いただろう。わざわざ宿を取らなくても空いてる部屋があるんだし、ココア君と積もる話もあるだろう。それにキノもその方が楽しめるだろうということじゃな。お前にしてはナイスサプライズじゃ。だけどわしには言っておいてもよかったんじゃないか。親父は黙ってられないだろう。そうじゃな。ん？なんじゃと、この。今日は朝食作ってお姉ちゃんたちにいいところ見せるんだ。一番。おはようございます。遅いようだぞ。チノちゃんの姉を名乗れるのかな。名乗れるもん。本当？どっちがチノちゃん好みのパンを焼けるか勝負だよ。お姉ちゃん、ココアが作れる程度のもちもちパンで私に挑む気？私のために二人が。私のために争わないで。2キロの小麦粉から自由にパンを作る。それでどう？そのところだよ。2キロのために。それでパンを作りすぎちゃったからみんなでピクニック。うん、お天気も良くて気持ちいいな。それじゃあパン大食い大会始めるよ。雰囲気が台無しだ。ただしこの中にマスタード入りスコーンがあります。奇遇です。私もロシアンルーレットバナマチ持ってきたの。最悪の一気総合だ。もう食べないのか。美味しそうだけどすぐお肉がつく体質なので。何よ。うん、もっとモフモフしてていいと思うよ。なんですかその判断基準。じゃあいただきます。気持ちよさそう。みんなで乗ろうよ。それならくじ引きでさ。
輩と違うボートになっちゃった。一番最初に向こう岸の木にタッチした人が勝ちにしましょう。あれか、よーし。悪いけど、みんな私の言うこと聞いてもらうことになるからね。やる気満々です。レディーゴー。私に追いついてごらん。フフフフ。
ラウマ？入れ。これが木組の町の。サプライズパーティーだ！始まりだよ！モカさんが元気ないから。さよならパーティーをみんなでやろうってココアが計画したんです。ココアじゃないよ、この町のマスコットキャラキグミンだよ。ココア元気ないのあんたのせいだ。キモキモマヨです。この銃私が買ったんだよ。メグです。この被り物私が選んだの。そうなんだ、うん、メグちゃんマヨちゃんいいセンスだ。将来が心配になってきました。ココア、この子たちも私へのプレゼントかな。違うよ。お姉ちゃんは見境がなさすぎ。聞き捨てならないな。あの喧嘩はあのくらいなら兄貴といつもやってるよ。じゃあ心配ないね。あのくらい姉妹なら普通。なるほど、そんなものなんですね。めんどくさくだから CQC でネジ伏せれば完璧だね。なるほど。それマヤちゃんちだけだと思うよ。もう実は今日はなんとお姉ちゃんが大ファンの青山ブルーマウンテン先生に来てもらいました。どうもあなたはこういうのココアさんのお姉さんだったんですね。この綿棒一体どこから。はい、あ、失敗してしまいました。血がでかい。ありがとう、大切にします。さあみんな料理が冷めないうちに。はい、いただきます。